ワン、ツー、スリー。初期のパンクラスでは殺伐とした試合も多かった。自らの腕試しとばかりにラフファイトを仕掛けたのはキース・ベーゼヌス。反則のナックル攻撃、これに船木正勝が怒った。制裁を加える形での勝利、降りかかる火の粉は自ら振り払う。2年目に突入したパンクラス、参戦選手も増え激しい戦いが続く。山田学ぶ、UWF 時代から長年続いたキックの帝王モーリス・スミスとの因縁の対決もクライマックスを迎えることになる。意地と執念でモーリス越えを果たした鈴木みのる、戦いにかける思いが涙の勝利を呼んだ。旗揚げから1年、格闘技ファンが待ち望んだ夢の対決が実現した。鈴木みのる対船木正勝。瞬きすらできないほどの研ぎ澄まされた攻防、それは突然の終わりを迎える。さまざまな人の思いを乗せた夢の対決は、これが最初で最後の試合となった。完全実力主義を貫くパンクラス、その中でも最強の男は一体誰なのか。初代王座をかけたサバイバルトーナメントが開催された。
最強の証チャンピオンベルト、初代王者にはウェイン・シャムロックの名が刻まれた。以上2者ドローのため引き分けでございます。ファンクラシストたちの前に立ちはだかる最強外国人ウェイン・シャムロック。その牙城を崩すべく鈴木みのるが王座に挑んだ。鮮やかな一本勝ちで見事にベルトを奪取。鈴木が日本人初の王者となった。大名山フェイク。 Come on John, keep fighting. I'm on it, I'm good. Roll. Turn to your arm, turn to your arm. Turn to your arm, turn to your arm, that's it. The ropes right behind you. If the arm arm is right, guys.パンクラス若手の登竜門、ネオブラッドトーナメントの第1回大会、柳沢隆史と伊藤隆文による決勝戦。伊藤隆文。運動量で勝った伊藤が判定勝利。記念すべき第1回大会の覇者となった。